それでは次に、公共インフラの整備ということで、危険箇所対策について質問いたします。高齢化の進展に伴い、全国的に用水路での転落事故が起こっております。警視庁の平成30年における水難の概況によりますと、用水路での死亡、行方不明者数は全国で平成30年は66人おりまして、過去5年間で345人に上ります。ただこれは水難事故の数字で、自転車で転落した場合は交通事故としての処理となります。そこには歩行中の事故は含まれず、正確な実態は把握できませんが、実態はこの数字を大きく上回ると言えます。県内でも先月、長野市で73歳の男性が、先々月は安曇野市で85歳の女性が、自転車とともに用水路に転落し死亡しました。岡山では人食い用水路とも呼ばれたこともあり、身近に潜む命を奪う溝になってしまう恐れがあります。松本では大丈夫でしょうか。松本広域消防局に協力してもらい、本市における用水路等での緊急事案について調査をいたしました。平成29年から令和元年までの年齢区分を見ますと、被害者の 60% が65歳以上の高齢者です。さらには若者を含む複数人が同一現場で転落し緊急搬送された危険箇所がありましたが、対策がなされておりません。救急の概要に多かったのは、足がついてこなくなり転倒したといったことが多くございましたが、これは高齢化社会の宿命と言えます。事故を防ぐためのハード対策には膨大な費用がかかり、すべての用水路に対応するのは難しいのが現状です。そこで、事故発生の恐れのある箇所の対策について、市の見解をお尋ねいたします。上条建設部長。お答えいたします。松本市では、市民が安全で安心して暮らせるよう、道路や水路、河川等について毎日地区を決めてパトロールを行っております。また1年に4回から5回発行いたします維持化通信や FM 松本およびテレビ松本の広報番組等によりまして、市民に損傷箇所や危険箇所を発見した場合通報いただくよう協力を呼びかけております。そして通報により現地に出向きまして危険箇所の維持補修を行っているのが現状でございます。また地区あるいは町会からの補修各種改善要望につきましては優先順位をつけ、危険性の高い箇所から順次補修等を行っており、議員ご質問の水路への転落防止につきましては柵の設置や蓋掛けを現場の状況に応じて実施しております。今後も引き続きパトロールや市民からの通報要望により損傷箇所や危険箇所の早期発見、迅速な補修や安全対策に努めてまいります。以上であります。今井議員。ご答弁をいただきました。全国的な転落事故を受けて国も対策を強化し、農村地域防災減災事業という用水路の事故防止対策の費用を
全額補助する事業を来年度当初予算案に盛り込みましたが、ぜひこれを有効活用していただきたいと思います。併せて高齢者の転落が増えていることを啓発するなど、ソフト面で後押しすることを要望いたします。優先順位をつけて危険性の高い箇所から順次補修等を行っていくために重要になるのが実態の把握です。まずは市全体でどこが危険なのかを把握しなければ、優先順位をつけて対応策を講じることができません。すべての箇所に対応策を行うことができなくても、危険度の高いところに関しては早急に対策を行うべきです。松本市 PTA 連合会から令和元年松本市教育委員会への要望ということで、歩道脇の用水路の転落防止策か支柱の設置をはじめ、他にも通学路の安全確保について要望書が提出されております。議会が交流事業として行っている松本工業高校やエクセラン高校、信州大学や松本大学の学生からも、通学路の危険箇所において必ずと言っていいほど意見が寄せられますが、用水路以外にも危険な場所があると市民は感じています。市としてはそれはどこなのかをしっかりと実態を把握しなければなりません。しかしながら市民としては誰が管理者でどこに問い合わせればいいのかがわからないことが実情です。そんな中で市民からの声を届けるツールとして、道路破損と通報アプリ直してアルプちゃんの活用が有効であり、行政との対話のツールでもあります。アプリを活用している人からは、写真を撮って GPS 付きのメッセージを送るだけで済むので便利であると好評です。一方で現状ではアプリを知らない人が多く、ダウンロードしていても操作方法がわからないといった声も多くあります。ダウンロード件数と通報数を見ても、アプリがあることや操作方法の周知で課題があると言えます。どんなにいいアプリがあっても知らなければ活用してもらうことはできませんので、ぜひこのタイミングでより一層周知に力を入れていただきたいと思います。例えば ICT のスキルに長けた学生にアプローチし、学校で出前講座をしたりチラシを配ったりすることで、結果的に通学路の安全確保につながると考えます。また地元の補修要望をすると思われる町会役員などにアプローチし、使い方を知ってもらうための講座をしたり、地域づくりセンターの職員が中心となり各地区に普及していったりすることで、より地域の声が届くと考えます。そこでアプリの周知について市の見解をお尋ねいたします。上条建設部長。はい、お答えいたします。議員ご紹介の直してアルプちゃんは平成30年8月から稼働し、本年1月末現在でダウンロード数979件、通報数は365件となっております。直してアルプちゃんは位置情報とともに道路、水路および公園施設の損傷等の状況を写真で通報することができるアプリで、議員ご紹介のとおり損傷の状況を的確に把握でき、迅速な対応に役立っております。現在維持化通信等によりまして PR をしておりますが、さらにより多くの皆さんに使っていただけますよう、今後は Twitter や Facebook の活用、各種イベント会議の機会を利用し、アプリの紹介や
通報内容など使用方法について周知を行い、また先ほど議員さん今井議員の方から提案ございましたものを参考に利用促進に努めてまいります。以上でございます。以上、今井議員。各種イベントや会議の機会を利用して周知していくとご答弁いただきました。